さて今回のテーマはこちら。うわめっちゃ流行ったわこれ。それにしても派手なファッション、今見ても超斬新。まあ斬新というか斬新ですからね、エアロビだけに。さあエアロビクスでダイエット、取り組むか取り組まないかはあなた次第。マルイナチュラルガーデン黒田、5月27日グランドオープン。こだわり抜いた食材にもう食欲が止まらないから、さあレッツダイエット。